最近になって2025年型エボの登場に関する噂が広がり、次世代モデルが最新技術を搭載して帰ってくるのではないかと注目を集めています。2025年型エボは従来のスポーティーで攻撃的なデザインを踏襲しつつ、モダンな要素を取り入れるとされています。三菱の特徴であるダイナミックシールドのデザイン言語を採用し、大型グリルや鋭いボディラインが印象的な仕上がりになるでしょう。大型リアスポイラーはエボの象徴的な要素として継続される可能性が高いです。18から20インチのアルミホイールと空力性能を考慮したボディキットが装備され、さらに攻撃的な印象を与えます。また細長い LED ライトが採用されると噂されており、未来的かつスポーティーな雰囲気が強調されるでしょう。内装に関する具体的な情報はまだ明らかになっていませんが、2025年型エボのキャビンはドライバー志向のデザインになると予想されています。最新のテクノロジーを取り入れたフルデジタルのインストルメントパネルや12インチのタッチスクリーン、インフォテインメントが搭載される可能性があります。スポーティーなバケットシートにはアルカンターラや合成皮革が使用されると予想されています。また三菱の SAWC スーパーオールホイールコントロールシステムが引き続き採用され、あらゆる路面状況での安定した走行をサポートします。コンフォート、スポーツ、トラックなどの走行モードが搭載され、シーンに応じた走りを楽しめるでしょう。最大の注目点はエンジンの使用に関する噂です。2025年型エボでは近年の業界動向に沿ってハイブリッドシステムが採用される可能性が高いとされています。2.0L ターボエンジンをベースに電動モーターと組み合わせることで、燃費性能とパフォーマンスを両立させる狙いがあるとされています。総出力は350から400馬力程度と予測されており、スバル WRX-STI やトヨタ GR カローラといった競合モデルに対抗する性能が期待されます。デュアルクラッチ式のオートマチックトランスミッションと四輪駆動AWD システムが標準装備される可能性も高いです。この噂が本当であれば、2025年中頃から後半にかけての主要なモーターショーで公式発表されると予想されています。価格は市場や仕様によって異なりますが、700万円から1000万円の範囲になると推測されています。